はい、山口凛太郎です。日清ミュージアムに来ております。横浜にあるんですけど、これがラクサ。ここでは世界の麺類が食べれます。マレーシアのラクサですね。マレーシア以前行ったことあるんですが、これは、あ、でも懐かしい匂い、うん、マレーシアの匂いはします。こういう味だったようです。濃い中華そばって感じですね。スープはこんな感じです。あ、濃いな、美味しい。